はい、解読それやります。はい、始まりました。8月の11日です。はい、今日からお盆休み。そうですね、世間一般的にはね、真夏の8月11日、ちょっと外はあいにくの空模様という感じ、若干涼しいんですけども、ね、今回含め2戦ですね。6回ワンクールですんで、はい、シーズン2があと2戦ということで、前回ですね、僕頑張りまして、あ、そうなんですか。で、まあまあまたプラスになったんですよ。ただやっぱパチンコの調子がやっぱ今一つ上がってこないということで、今回罰ゲーム用意しました。聞いてないですよ。聞いてない。だって今言ったの。ひどい、はい、何ですか。それはじゃあ後でお湯発表します。お湯、はい、怖い。勝てば大丈夫。勝てば大丈夫。あ、そうですね、勝てば、はい、あまりにも不甲斐がないんで、うん、はい、ちゃんと勝たないと罰ゲームあるよ。罰ゲームあると。なんだ。なんで今目標、はい、パチンコの方のマイナスはどのぐらいいってるのかな今。あ、トータル見てですね。まあその辺出てると思います。うん、そのじゃあサダマ分を多分マイナスだよね。マイナスです。そこをプラスにすること。はい。よし。ね。うん、何打つんですか。今日ですか。なんかもう朝から結構埋まってたんで、はい、やっぱちょっと海景品とかが出てたりするんで、海か。海か。やる気あるかお前。あ、あります、あります。めっちゃ今ずっとそうしてやってんじゃないんだよ。もう海のこと考えてました。あ、リアル海の方。あ、そう、いや、海コーナー、海物語のこと考えてたの。そうです、じゃあ2人して海物語やるんですね。かな。海物語より朝からうち行くとかガチですから。はい、宝島で海を打ち行くということは。そうですよ、ガチですよ。もう負けられないですよ。負けられないですよ、はい、はい、で、僕、まあ、ちょっとね、ここのとこ良すぎるんですよ。なんかちょっとね、いい加減なんか逆のね、跳ね返りが来るんじゃないかってちょっと若干戦々恐々してるんですけども、とりあえず信頼の正宗取りまして。おー、正宗。で、正宗良ければもう正宗ですし、でダメだったら一応ゴッドっていう、一応二段構え作戦で今日やっていこうじゃないかと思ってますんで、はい、まあ頑張ってください。頑張ります。僕もね、ちょっと逆の跳ね返り食らわないようにですね、はい、頑張ってこうで、お盆の走りですから。そうです ね、負けてる場合じゃないよっていう。はい、はい、なんとかまた今回プラス終われるように、はい、はい、頑張ってこようと思います。あなたたち負けたら罰ゲームなんでね。店長、今日は大丈夫ですよね。あ、大丈夫だった。いいことになってますんで、はい、頑張ろうと思います。一戦いってきます。先月は良かったからな。そろそろは化けの皮がね、剥がれるんじゃないかと戦々恐々してはいるんですよ。そんなにパチスロうまくねえから俺。こっちじゃない、こっちじゃない。いいね、大丈夫だね。あ、取れた、ほら、あ、取れました。寝台ですね。寝台、末尾一冊は使えなかった。うん、ダーバン台。ダーバン台、ひふみですね。うん、はい、じゃあ打っていこうと思います。初打ちです。正宗の後継機だということ以外何も知らないです。ただ前作の正宗は結構打った。正宗ばっか打ってた時期あったからね。の後継機ってことであれば、これはちょっと一回挨拶しとかなきゃいけないだろうっていうことですんでね。で、もう前作もそうですけど、もう一番もうその出玉の要は肝になるのが秀吉決戦ね。もう前作の正宗なんてもっと本当そこでどんだけ乗せられるかっていうゲームだったからね。で、あれがね、また刺さったんだ。もう4桁とかね、もう3桁なんてもうまあ当たり前だけどね、500、600当たり前みたいなね、とこあったからね。逆にそこが頑張れないと基本的には出ないっていう、ある意味分かりやすい機会 で、ただその秀吉決戦が何しろ強かったもんで、お店によってはね、本当1でも全然利益が取れないとかっていう話をね、よく聞きました。打ってる方からするとそんなね甘い感じはしないんだけど、まあ大きい定まが出たよね。その A プラス ART タイプでしたけど、前作は。
トルなんか当ててな。女忍者の発見、これすなわち高貴なり、要はこれを発見できればチャンスアップってことだね。ほら赤いの出た。進軍は順調。あ、女忍者来たからチャンスアップで、こいつがちょっと弱気になった。ちょっとさっきより早かったのだいぶ。でも弱気なの来たからちょっといいんじゃないのかな。あ、赤くなった。これ当たらない？イエイ。12,000円、はい、ボーナスでした。お、これで ART ね。よかったじゃん。からの秀吉いけ。まあいかねえな。まあ何回か揃えてるうちに運よくいくぐらいの感じだったからね。はい、消化しちゃいました。ここから自力。もうね、男は黙って順応して決めときゃいいんですよ。ね、もう一回じゃないかな。二回そうやらせてくるんだよね、これ。はい。まあしょうがないね。まあまあ勝手はなんとなく分かった。ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しそうな雰囲気じゃないこれ。ゴッドかな、ゴッドかな。17,000円、17,000円。ここ相手です。空いてない。そうでしょ。空き台がパラパラしかないね。これは困ったことになったな。昨日が16の16、160分の1、うん、まあどうなんだろうね。真ん中ぐらいありそうな感じだけど、言ってもね、まだ2万円使ってないんで、やけを起こすには早いと思うんですよ。まあやけっていうか、まあ何、無茶なね、ちょっと一発逆転狙いみたいなのはまだ早いんじゃないかと。だからこのカードのやつ全部使い切って25,000円で、ただまあ47枚貸しなんで、まあ1000枚ちょいだよね。であるならまだこっちでいけんじゃないかと思うんだ。47枚貸しの埼玉県の一番いいルールですんで、いい台さえつかめれば全然ジャグラーでプラスになるんじゃないかと思う。6000円使っちゃいました。で全部で23,000円。そい1080ゲームで2の5。まあ脈ありっちゃ脈ありだよな。はい、なんとなんと20ストロは9割稼働だということで、もう空き台もちらほらしかないような状況なんですけど、一応今226ゲーム総ゲーム数回ってて引っかかってる台が空きました。あ、これはまだ分かんないと思うよ。まあ何屋だったのか分かんないけど、ちょっと早めに今日お願いしたいから、まあ2万7000円、
やるやる。ちょっとハーデスさんにですね、気になる台が開きましたんで、そっち行きますね。天井狙い、まあ、闇雲に打つぐらいだったら分かりやすくこういうのやった方がいいでしょう。まあ、手前でなんか引いても、まあ、ぶっちゃけゼロから回せるわけじゃないしね。で、まあ、今投資3万円でざっと、まああとまだ2万ちょっと入るはずなんで、まあ5万何千円かとかでおそらく天井なんだよね。あれいくつだっけ、1470か。あとまあ700ゲーム弱ぐらいね。何事もなくいったらしかし、ほぼはい到達。まあ問題はこっからだからね。はい、全部で5万7000円この台来て2万7000円使いました。こっかな。ああはい、天井。いやー頑張りてえなー。さあ頑張ろう。こっちじゃない。あ、集団。ナビやろう。ナビが出ない。一回頼む、バイブなし。うわー。まあほぼ駆け抜けちゃうよね。右上がりの10ゲームだけ。うわーいなそうだなこれ。今全長中だった？全くそんな感じなかったよね。まあ多分ループだと思うけど。あ、違う。そういうことしますか。いや、出やるなら別の方が良かったけど、まあまあいいや。 25% でペルセポネ。お母さん、お、いや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 、天井食らってから。はい、駆け抜け。氷氷で今24、ちょっと早いよ。波紋氷氷氷いない。いやダメだ。はい、泣きの回線。じゃあ1回ごとにしてバーッと出て、で358当たって、でその次は25で一応まあ連チャンしてんだよね。で、まあ今400ちょいハマってると。あ、じゃあ527ハマってるのか。なんか起きねえかな。遅れた。まあ手前2回右上がり立て続け引いてんだよね。パオン。345。え？ちょっと割とポツポツ初当たり引いてたんで、
設定に一応期待して打ち始めては見たんですけど、まあ、600ぐらいからだけ打ち始めて今もう間もなく900なんだよね。もう引き返せるじゃねえかこれね。ずっといいモードにいるんだけどねこれ。まだいるよな、ずっといいモードだこれね。はい、7枚目。いや困ったことになったねこれ。345。まあこの辺ならいいよ。6。あ、こういうことする。天国の 25% に引っかかったのか何なのか。とりあえず64,000、まあ、3000枚弱ぐらいなのかな。まあおそらくあの手前で引いた中段リプレイかあれだね。1046M。 はい、ちょっと控えめ。 VV。さっきよりワンをかけて少ないじゃないかこれ。154枚しか取れてないよ。少ない。154枚。7枚か。お、これ通常ジャッジなんで一発蹴らなければ乗る。いた。ウープロ薄いとこ引いたか。4連。いえ、いやまあ確認だけしても時間ですけど、いやーやれなかった。はい、はい、いやー今日はきつかったわ。そうなんですか。いいな。じゃあ2人でまず終始発表してください。はい、私たちはもう当然ながら勝ちましたよ。はい、はい、どれが良かったんですか。今日私がですね1428玉プラス、まあ、投資の方も入れてこれが出てプラスが1428玉です。1428ね。はい、はい、私はプラス2733玉。いや2人で4000発ちょっとぐらいプラスになってってこと。そうです。あ、じゃあダメだ。なんでですか。だって8000何個マイナスだったの。え、でも今日で僕がですね、はい、投資が3008枚まあ久しぶりにちょっとねいっぱい使っちゃいました。で779枚回収なんでまあ2200何枚かマイナスです。あら、まあ、ただ、はい、僕前回までの段階で3000枚ちょっと3008枚かなプラスでしたんで3200枚ぐらいか。だからまあ個人的にはまだプラスっていう状況です。でも今日負けましたよ。今日負けたよ。残念。え、ってことは罰ゲーム。だから今日いいよ、じゃんけんするよ。最初はグーですか。最初はグーじゃんけん。よし怖い、ビビるからやめてもらっていいですか。最初はグーじゃんけんぽい。まあそういうことなんだよ最初から。なんでですか。最初からそういうことなんだよ。ああもうやっぱ食い気味にねやっぱ断ってたらやっぱ負けるよね。
言うほどごめんリアクションでもあれ言うほど、うん、言うほど、まあ、2回目えいけあでもあ美味しくはないです美味しくはないですけどうえーつまでは行かないとな何ドリンク、うん、えなんで私いや本当に本当に買ったのに、ね、作ってるそうちゃんと作ってる作ってあるのドンキホーテで買ってきたんだからドンキホーテちょっと結構安上がりだったっけ怪しいこれ作り方間違ってるんじゃないですかえなんかちょっと腐ったお茶の匂いするよねあれなんか全然薄くしすぎちゃった多分作り方多分作り方間違ってるちょっと薄いかももうちょっと、はいはい、ということでもうちょっとあるだろう、まあ、っていう感じでございますんで次の結果以下ではまだこれ だからそのあれですよサードシーズンがあるかないかとかそういうことにも多分かかってきますんでここで店長にちょっとやらざるを得ないとそこまで頑張ってくれるんだっていうところをやっぱ見せないとですね我々もそうですね、食い上げちゃいますから仕事上がったら本当ですよね、はい、っていう感じでございますんで、はい、今回残念な結果でしたけども次回最終戦頑張りますんでご期待くださいさよなら